皆さん、今週末はクリスマスだそうで、来週末はなんと年末だそうです。まあ知ってるよって方が多いと思うんですけども、今日の朝ね、改めてそれを感じて、早いなっていう、もう1年終わりますよ。多分みんなもその前のね、その昔よりなんか1年経つの早くないって思ってる方いるでしょ。いや、わかる、そうなんですよ。でも甘いですよ、みんな。学生の諸君、今37なんですけど、本当そんなもんじゃないから、もう異次元に早いから、この年になっていくと。だからぜひね、お互いにですけど、まあ一日一日ね、大事に過ごしていきましょう。で、今回はですね、今週の金曜日におそらく終業式になる方が多いかなと思います。つまり冬休みがやってきますね。で、今回は2本立てで喋っていくんですが、まず1つ目、これが冬休みを有意義に過ごすポイントです。つまり冬休みが終わった時に、なんかダラダラしちゃったなーって言うんじゃなくて、まあ頑張れた、いい冬休みだったんじゃないって、いい年越しだったよ、2023いけそうっていうね、こう思ってもらえるポイントを一つ喋っていきます。で、後半に関してはですね、受験生向けではなくて、今回は高校1年生、2年生、中学1年生、2年生、あとは小学校高学年の方、まあいずれね、これから受験生になっていく方向けに、周りよりもスタートダッシュができる、これを冬にやっておくといいぜっていう、このポイントを喋っていきますので、よかったら最後までお付き合いください。改めましてどうも、あいちです。まずは1つ目、冬休みを有意義にするポイント喋っていきましょう。で、そのポイントに行く前に、冬休みのある1つの特徴を確認しておきたいです。で、何かっていうと、イレギュラーな予定が入りやすい、これが一番のポイント。みんなも今までの冬休みを思い返した時に、あ、確かにって思うところがあるかもしれないんですが、例えばね、明日ね、親から明日親戚集まるからねみたいなことを突然言われるとか、え、聞いてないしみたいな、明日勉強頑張ろうと思ってたのに、なんだよもうやる気なくすみたいなね、ことが起こりやすいんです。もちろん夏休みとか春休みっていうのもスケジュール入るでしょう。でも夏とかさ、急になんか集まります。お盆とかはね、あるかもしれないけど、そもそも夏は長かったりするので、ダメージがそんな大きくないんですよね。でも冬休みって大体2週間しかありません。14日間ね。14日間のうちのこう計画を立ててた時に、立ててたのに、真ん中ぐらいに来るじゃないですか、年末年始が。そこでここで頑張ろうと思ってた1日とかが、まずそもそも使えなくなる。で、リズムが崩れてガタガタガタっていって、その年末をね、終わって年末年始を終わって、冬休みが明けちゃって、あー、なんかリズム乗れなかったなーって終わっちゃうケースはすっごく多いんですよ。だからまずね、ご家族に予定を聞いておくっていうのも大事なんですが、何よりそうなったとしてもダメージを負わない状況を作っちゃえばいいんです。それはどうするかっていうと、とにかく前倒しでスケジュールをこなしていけばいいんです。これは学校によってとか先生によってとかで変わってしまうんですけど、今日月曜日じゃないですか。多分科目によってとか、まあ、学校によっては冬休みの宿題もね、出してくれてるとこあると思うんですよ。これやるぞみたいな。でも発表されてるけど、その問題集が配られてないっていうケースもあるよね。冬のワークとか。それはできないですけど、例えば既存のすでに普段使っている学校のワークとか、まあ、漢字ドリルとかね、を何ページ分やってきなさいみたいなことだったら、いつできるんですか？今日からですよね。今日からできるんですよ。だから今日から冬休みは始まってないです。まだ今週ね、みんな学校に行かなきゃいけない。でも今日から冬休みの宿題を取り掛かれるものはあるはずです。ほら、全員じゃないよ、全員じゃないので、うちは違うんだけどって方はごめん、それは申し訳ない。でも、もしかしたら土曜から冬休みだけども木曜日に配られるかもしれない。その場合は木曜日からもできますよね。で、先生がね、まだ発表してくれない時は先に聞くのもあり、担任の先生とかに、先生、冬休みの宿題ちょっと、宿題、まあ、いや、冬休みの勉強って言った方がいいね、印象が。冬休みの勉強早めにやりたいんですけど、宿題ってどの辺が出るんですかみたいなことを爽やかで聞くのよ。すっごい爽やかな笑顔でね、聞いたりすると、お、こいつ頑張ろうとしてんのかなで思ってもらえれば、ってこうこうこうって教えてくれるかもしれない。この辺が出る予定だよとかね、それでもできるじゃないですか。だからできる限り早く始める。もしその24日か23日か金曜日に発表される場合でも、その日から始めていく。翌日クリスマスとね、イブとクリスマス来ちゃうから、そこもイベントじゃないですか。だからなかなか勉強時間が取りにくいかもしれないけど、全体的に前倒しでどん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 前でやっていくっていうのを決めておく。
そうすると後半で例えばイレギュラーなスケジュールが入ったとしても非常に崩れにくいし、崩れたとしても前半でやることやってるからうん大丈夫っていう気も楽になる。自分への自己嫌悪も減るし追い込まれにくくなる。なのでとにかく冬休みに関しては始まる前からね、今週から今日からできることをやっていく、早めにやるんだぞっていうのを意識して過ごすと、1月8日かな、今年は、今年来年か、終わるのがその辺だと思うんですけど、その時に振り返った時に、うん、でも良かったよって思いやすくなりますので、ぜひその辺を意識して冬休みスケジュールを立てる、そして実行してみてください。それでは2つ目の周りの子よりスタートダッシュ決めちゃおうぜ作戦についてなんですが、これは英単語、これをスタートしましょう。なんだそんなことかよってね、思う方もいるかもしれないんですが、もうちょっと広く言うと、本当は例えば今までやってきた復習をちゃんと固めていく、例えば中学1年生2年生高校1年生2年生まあ使わない科目ね、受験で使わない科目に関しては受験にはもちろん関係なくはなりますけども、関係ある科目であれば今まで勉強してきてる、つまり高校1年生中学1年生の方もここまでで勉強してきたことって受験で出ますからね。だから今までやったことをちゃんと確認して、例えば苦手だったなって思ってたものをこの冬に、あでもいけそうってネガティブにね思ってたものをポジティブに思えるぐらいに持っていったら、それは明らかにもう武器になってるわけです。だからそういった意味で今までの復習をしっかり固めるっていうのはもちろん1個です。でもやっぱりこう予習というか、先に私は前に進んじゃってるんだぜっていう意識を持った方が自分が前に行けてる、まあ、優越感までいかなくていいんですけど、やれてる感、頑張れてる感を感じることができるんです。それは自己肯定感につながる。でその中でやっぱおすすめだし、しかも自分の成長を実感しやすい上に、いや確実に武器になっていくのがやっぱり英単語なんですよね。もし理科が好きとか社会が好きだから、その科目の予習をどんどん先にやっていきたいっていう方はそれでももちろん大丈夫です。ただ予習ってやっぱ難しいので、なかなかこうみんながみんなできるものではないんですね。であと勉強先に進めてるんだけども、それがちゃんと力になってるのか、もっと言うと受験とかテストに活かせる力になってるのかっていう確認がしにくいんですよ、その予習の勉強っていうのは。でそこもちゃんと実感できるのはそっちで突き進んでください。でも英単語のいいところって、例えば今日じゃあ10個ずつ覚えていくって決めるじゃないですか。10個覚えたかどうかっていう自分テスト、自分でやるテストですね、がすごくしやすいんですよ。で英単語って覚えすぎて損することって絶対ないので、私お金と一緒だと思ってるんですけど、ありすぎて困ることは絶対ない、英単語力に関しては。だから一個一個覚えていって、冬休み例えば1日10個でやって14日間あったら140個も増えるんですよ。140個の語彙力って相当ですからね。もちろん小学校高学年の方に1日10個とか大変だから、2個ずつとかでも構わない、3個ずつとかでもいいです。3個ずつでも14日間あったら42個も増えるんです。相当ですよね、小学生に関してで言うんだったら。それを動詞だけとかで固めるんだったら、動詞をね42個覚えられたらそこそこ何書いてあるかってつかみやすいですよね。だって主語が分かって動詞が分かったら、あこの人がこういうことやってるんだ、あと何やってるんだろうって部分だけでいいわけですから。だからそういった意味で確認しやすい、自分の成長を実感しやすいので、毎日のノルマを決めるといいです。でもし例えば、小学生の親御さんとかが一緒に、やることができるんであれば、ママもやるから一緒にやっていこうぜってスタンスもかなりおすすめです。そうすると問題の出し合いっことができます。ママこれ忘れてんのちゃんとしてよみたいなことが、ご家族とかお子さんと関係ができると子供にとっても楽しく勉強することができますので、もしその辺ちょっとね、小学生の親御さんとか、中学生とかでもできると思うんですけど、その辺だけにはなってしまうんですが、よかったら参考にしてみてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。冬休みだけじゃないですけど、長期休みっていうのはやっぱ終わった時の振り返ってね、振り返って自分の印象がすごく大事だと思ってます。で何にとって大事かっていうと、夏休みだったら夏休みが明けた後の自分のモチベーションというか気持ち、それから学校始まりますからね、そこをどう過ごしていくかに関わってくるし、冬休みに関してはもちろん冬休み明けもそうなんですけど、新年の勢いに関わってくるんです。冬休みを、あまあでも頑張れたなって、そんなね100点満点なぜはなかなか難しいですけど、まあだらけちゃった日もあったけど、でもやることやったし、うんよくやってよ私、よくやったぜ俺って思えたら、新年の2023年もいけそうな気がするんですよ。でそれはただの気がするかもしれないですけど、すごく大事です、すごく大事。
やっぱり自分にとってそのねスタートがどういった気持ちで始められるかっていうのはその後にも大きく関わってきますので、ぜひ、今回のポイントが全てではないですけど、その辺も意識しつつ、終わった時、1月8日かな、冬休みが終わった時によし、いけそうな気がするってね、お互いになれるように私もちゃんと契約を立ててねやっていきますので、お互いねまずこの1週間から頑張っていきましょう。それじゃあまたね来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひご覧ください。今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。